お兄ちゃん、今、大丈夫？お兄ちゃん、さっき私、怖いテレビ番組見ちゃってさ、なんか眠れなくって、来ちゃったんだけど。一緒におねんねしてもいいかな？今夜はちょっと一人で眠れそうにないの。お兄ちゃんがそばにいてくれたら熟睡できるかもしれないんだけど、妹のわがまま聞いてもらってもいいかな？え？いいの？お兄ちゃんの邪魔にならないかな？大丈夫なの？そっか。ありがとう、お兄ちゃん。優しいんだね。お兄ちゃんと一緒に寝れるの久しぶりだから、緊張しちゃうな。お兄ちゃんはまだやらないといけないことはあるの？ふむふむ、なるほど。チャットしてて、もうすぐ終わるんだね。ごめんね、邪魔しちゃって。ゆっくり作業してていいからね。私、先にお兄ちゃんのベッドに潜り込んでるから。いい香りがする。ふかふかだ。あ、これ、多分、ファブリーズとか、そういうの使ってるよね。清潔感があって安心できるな。あ、お兄ちゃん、作業終わったの？ お疲れ様。お兄ちゃんも、寝る？その前に？ああ、そうか。耳がかゆいんだね。耳垢が溜まってるっぽいんだね。じゃあ、お耳掃除しないとね。私がしてあげようか？うん。それならお兄ちゃんのお耳、隅々まできれいにするから。いいよ。私のお膝においでおいで。頭をここに置いてリラックスしてね。まずは右耳からだね。顔をこっちに向けてくれる？そうそう。そんな感じで OK だよ。右耳は、ああ、やっぱり汚れてるね。かゆさの原因を取り除かなきゃ。
じっくり耳かきしていこうね。始めるよ。ゆっくり。そーっと、そーっと。入っていくよ。じっとしててね。お兄ちゃん、なんか綺麗にひとまとまり取れちゃった。なんかこういう時って楽しい。そうそう、達成感ある。でも、こんなに溜まってるなら放っておいたら耳の病気になっちゃうかもしれないから、定期的に耳かきしないとダメだよ。よし、お兄ちゃんのお耳、もっと綺麗になるように頑張るね。お兄ちゃんはさ、ニュースとかの情報ってどういう方法で確認してる？ん？いや、いろいろあるじゃん。ニュースサイトとか、テレビとか。そうなんだ。ニュースのアプリで読んでるんだね。私はブラウザを立ち上げたら Y って打つ癖があって、予測変換で Yahoo のトップページによく行くよ。それでなんとなくトップページの記事だけちょっと読んでる。常にアンテナ張っておいた方がいいのかもしれないけど、世の中ネガティブなニュースが多いよね。もうちょっと元気になるようなサイトないかな。
で大事な情報取り逃しちゃうし、いろいろ置いてけぼりになっちゃうでしょ。うん、地震速報とか特に大事だし。お兄ちゃんもアンテナ張ってね。よし、続けよう。処理、処理っと。はーい、こっちはおしまいだよ。すっきりした？よかった、これで右耳は完璧だね。褒めてくれてありがとう。反対側も頑張るね。左耳を上にしてくれる？ぐるっとね。そうそう、いい感じ。こっちの耳はどんな具合かな？ふむふむ、汚れてるね。これだと耳遠くなってたりする？お掃除しないとね。お兄ちゃんの左耳、私に委ねてね。きれいにしてあげるから。ゆっくり入っていくよ。じっとしててね、お兄ちゃん。兄ちゃんってさ、いつも何時に寝るの？もしかして夜更かししてる？
だって時々疲れてそうな顔をしてたから。そうなんだ。難しいよね、自分の時間作るのって。わかる。学生の身分としては家に帰ってもやることは尽きないし、お兄ちゃんもお仕事の関係で家に帰ってもやらないといけないことがあったりするんだよね。あと、社内の人間関係のケアとかも大変そう。私はお兄ちゃんのことを応援してるから。辛い時は私に相談してね。いつでもお兄ちゃんの力になるから。お兄ちゃんかわいいな。リアクションが特に。何って、耳垢の側面を削るたびにビクンビクンするんだもん。見てて面白いよ。よし、もっとリアクション見たいから耳かき頑張るね。処理、処理っと。はぁ、いっぱい取れたね。これで両耳とも終わりだね。満足してもらえたかな。お疲れ様でした。もう寝よっか。これでぐっすり眠れるね。私もなんかお兄ちゃんと一緒にいたら安心して眠くなってきちゃった。うん。おやすみなさい。いい夢見てね。先輩どうしたの？黄昏ちゃって。
か。まあ落ち着くよね。私もここに来るの好き。ん？どうしたの？耳がかゆいの？なんかさっきから耳触ってるけど。どれどれ？ちょっと私に見せて。あら、耳垢がぎっしり。どうしたの？何かしてほしいの？あ、そうだ。せっかくだから耳かきしてあげようか。そう、お耳掃除のことだよ。ちゃんとすっきりしようね。いいよ。そこのベンチで膝枕してあげる。ほら、遠慮なく私のここへおいでおいで。耳かきの道具もバッチリ用意してあるから。え？なんで持ってるかって？自分用だよ。さて、じゃあ早速始めようか。ちょっとこっちにぐるっとして右の耳を見せてね。そーっと入っていくよ。耳かき加減はこのぐらいでいい？痛くない？大丈夫？そう？そんなに気持ちいいんだ。なんか照れちゃうな。続けていくね。奥からいっぱい出てきたよ。もっとやっていこうね。そういうリアクションを見ると私も嬉しいよ。
右耳はあともうちょっと取ろうね。右耳はこのぐらいでいい感じに綺麗になったね。ね、後輩の私に耳かきされるのは格別でしょ？次は反対側向いてくれる？そう、左耳を上にして。こっちも丁寧にやっていくね。そんなに気持ちいいんだ。まだ時間もたっぷりあるからね。私の耳かきで思う存分くつろいでね。
取れてる。大きいのが芋づる式に出てきたよ。この調子でもう少しだけ続けるね。ラストスパート頑張るから、先輩はリラックスしててね。隅々まで綺麗になりましたよ、先輩。これで両耳ともすっきりだね。先輩が笑顔になってくれて嬉しいよ。今度また先輩の耳垢が溜まったら、いつでも耳かきしてあげるね。お兄ちゃん、お風呂はいい湯だったかな？そっか。あ、髪乾かす？じゃあ、私がやってあげるから。ヘアドライヤー貸して。それじゃあ、スイッチオン。乾かしていくね。お兄ちゃんの髪の毛、いい匂いがするよ。あと、この匂い、私のシャンプー使ってるでしょ。お見通しなんだから。あ、でもいいんだよ、どんどん使って。ん？だって、お兄ちゃんが買ってくれたやつじゃん。お兄ちゃんにも使う権利があるよ。よし、そろそろ乾いてきたかな。うんうん、髪の毛ふわふわでこれでバッチリだね。お疲れ様。ねえねえ、お兄ちゃん。暇だね。せっかくの休日なのに、家でゴロゴロなんてもったいない。お兄ちゃんと二人きりなんだし、何か記念になるようなことしたいな。え？お兄ちゃんも乗り気なの？じゃあさ、私が何か願いを叶えてあげようか。願い事一つ。何でも叶えてあげるよ。そんなに悩んじゃって。可愛いんだから。耳かき。考え抜いた結果が、それ？ちょっと肩透かしだけど。それはそれで楽しそうだね。うん。うん。ふむふむ。そんなに溜まっているなら、
耳をきれいにしないとね。いいよ、膝枕してあげる。お兄ちゃんかわいいな。早速始めようね。耳かきセットは用意できたよ。まずは右耳からお掃除していこうね。汚れてるね。きれいにしていこう。そーっと入っていくからね。しょりしょり、カリカリ、カリカリ。ちょりちょり、しょりしょりと。ほら、出てきたよ、耳垢。もっとやっていこうね。しょりしょり、ちょりちょり。カリカリ、カリカリ、チョリチョリと。どう？気持ちいいでしょう。私の耳かきでもっと気持ちよくなってね。カリカリ、カリカリ、チョリチョリ。
処理処理、カリ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 と。右はこのくらいでいいかな。次は反対側をお掃除しようね。こっち側向いてくれる？よしよし丁寧に耳垢を取っていくね。処理処理処理、カリ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 。ちょりちょり、しょりしょりと。あらあら、そんなに私にくっついちゃってお兄ちゃん甘えん坊さんなんだから。しょりしょり、カリ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 。ちょりちょりちょり、しょりしょりと。すごく眠そうな顔してるね。気持ちいいんだね。嬉しいな。しょりしょり、ちょりちょり。
リカリカリカリ、処理処理と。はーい、隅々まで綺麗になりました。すっごい取れたよ。このまま眠りたい？ぐっすり休んでね。おやすみ、お兄ちゃん。お兄ちゃん、あのね、なんか眠れなくて、お兄ちゃんと一緒ならぐっすり眠れるかなーなんて思っちゃったんだけど、どうかな？え？いいの？やった！じゃあお兄ちゃんの布団の中に潜っちゃおう。はぁ、お兄ちゃんの匂いがする。え？まだちょっとやることがあるから、先に寝てろ。いやいや、それじゃあ面白くないから、お兄ちゃんが作業終わるまで待ってるよ。とりあえず頑張れ、お兄ちゃん。あ、終わった？何やってたの？メールの返信？あ、そっか。お仕事はこれで終わりかな。じゃあ気兼ねなく熟睡できるね。お疲れ様、頑張り屋のお兄ちゃん。今夜はぐっすり寝てね。お兄ちゃんの顔見てるとなんだか安心して私も眠たくなっちゃう。それじゃあおやすみなさい。